ちは、大陸パパです。なにこれ、久しぶりのちょっと長めの動画になるんですけども、これからはちょいちょい長めの動画も撮っていこうかなと思いますので、これからもチャンネル登録、グッド評価よろしくお願いいたします。で、今回長めの動画を上げようかなってなんで思ったかというと、川崎の新丸子で私がやってる焼き豚奥にという店が、なんとか皆様のおかげで10周年を迎えることができましたので、その記念にお客さんから一番教えてほしいっていうレシピを特別に紹介したいなと思いまして、今回は動画を作らせていただきました。作る料理は何かというと、土佐酢ですね。土佐酢って何かというと、2倍酢3倍酢にカツオの風味を足した酢です。その黄金比を今回はちょっと伝授しようかなと思っています。これ冷蔵庫に1本入れとくだけで料理のパートがすごく広がります。じゃあ早速作っていきたいと思いますので、料理パートへゴー。はい、じゃあ早速作っていきます。まずは酒、料理酒ですね、1升使います。作ってる量に対して半分だったり3分の1だったり、それ計算してくださいね。酒まず1升入れます。みりん 725cc で火をつけます。で、アルコールが飛ぶまでこのままにしていてください。ちょっとしばらく時間かかるん で沸騰したら火をつけます。で、しばらく火が消えるまで。はい、アルコールが飛びました。続いて入れるのはお酢ですね。まあ、これ千鳥酢っていう、まあ、僕個人的に好きなんで、まあ、お酢は何でも大丈夫です。お酢 900cc 入れていきます。次、薄口醤油、これを 900cc 入れます。そうしましたら続いて鰹節 100g、 ちょっと細めの薄いやつ、細めのやつがいいかな。これ入れます。沸騰する前に入れちゃいます。全部 100g ね。そうしましたらこのまま火を入れていきます。沸騰するまで。はい、これ沸騰してきました。したらこれ以上煮詰めるとちょっとえぐみが出ちゃうんで、ここでもう沸騰したら一回火を止めます。で、しばらく冷ますと鰹節が沈んできます。そのまま放置してください。はい、これ冷めました。冷めたらあとはこすだけですね。キッチンペーパーか何かに引いてザルでこしますね。綺麗な出汁が出来上がる。だね、これで出来上がりです。シンプルなロースステーキなんですけど、これ先ほど作った土佐酢をかけるだけですごく美味しくなります。肉が縮まらないように筋は切っておきます。で、まあ、塩を振ります。で、焼いていきますね。で、ある程度焼いたら、まあ、両面同じぐらいの焼き色になったら、もう火を消して蓋をしてちょっと放置しておいた方が柔らかい肉に仕上がります。じゃあキャベツ切りますね。もう5分ぐらいちょっとそのまま放置しておきました。この肉が出来上がりですね。まあ、カットしてキャベツの上に乗せるだけ。これに先ほど作った土佐酢をかけるだけ。これで十分美味しいトンテキの出来上がりです。続きまして魚、まあ、白身魚、タイなんですけど、ヒラメとかそういったものでも大丈夫です。これに野菜、一番家庭どこにもあるのは玉ねぎなんで、今回玉ねぎ使います。4分の1くらいですかね、スライスして、まあ水にさらして水を切って、これに先ほどの土佐酢をかけて和えるだけと。大葉も2枚ぐらいちぎって入れてもいいかな。で、これをもうお皿にそのまま盛るだけと。こんな感じですぐできます。はい、できました。それではいただきます。なんかこの白身魚土佐酢和え、すごく美味しい。
日本酒を飲みたいと。日本酒だね、これはね。ロース、キャベツと一緒に、とても美味しい。まあこんな感じで、まあどんな料理にも合うんで、例えば漬物、きゅうりとかナスとか、それをこの土佐酢に漬けるだけとかね、そんなんでも合いますんで、もう一家に1本は作っておいてもらったらいいかなと思います。だいたい冷蔵庫で1ヶ月以上は持ちますんで、ぜひ作っておいてみてください。チャンネル登録、グッド評価、コメントなどよろしくお願いいたします。それではまたよろしくお願いします。じゃあね。